Now! 検証企画焼肉食べ放題全70品食べ尽くせ。今回の2200年 TV はゲストを招いて挑む検証企画焼肉食べ放題全70品食べ尽くせ。そして気になるゲストは、今回はなんと好きなことで生きている先生に来ていただきました。先生呼んでください。関根優沙です。初めてですね。ね、こういうコラボ初めて。初めてです。看護師 YouTuber こと関根理沙先生だ。あふれんばかりの美貌と女子力を生かした動画で男女問わずファンを魅了。美容と掛け離れたこの企画はキャラ的に大丈夫？本当はもう一人ね、はい、来る予定なんですけど、ちょっと遅れてるみたいなんですけど、はい、もう早速食べていきましょう。行きましょう。遅刻 YouTuber は後で紹介するとして、お先にルール説明。時間制限90分以内に、この焼肉店の食べ放題メニュー70品を3人で食べきれるのか検証。ただし1回の注文は5品まで。これを食べきらないと次の注文ができないから気をつけろ。それじゃこちらの5品を頼んで検証スタート。どんどん焼いてるけどいいの？はい、なんかすごい絨毯みたいな感じで、天国の絨毯が早く、そうですね、焼けないと食べれない、ね、これさ、はい、2人だときついね。そうですね、早くあの助っ人が、あいつさ、何やってんだよ。助っ人が結構遅いですね。実物を目の当たりにして愚痴る2人と、そこに来た。お、来た。決まった。すいません。お世話。よかった。危なかった。痛い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 。ブンハロー YouTube。どうも、デカキンです。いや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 。パッ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 。いや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 。お願いします。遅れて登場してきたこの男。子供から大人まで虜にする YouTuber。デカキンだ。デカいヒカキンとして人気を獲得した偽物芸に加え、軽快なトークでその人気を不動のものに。その巨体にぴったりの企画だが、ゲイと同じく見せかけの偽物ボディじゃないことを祈るぞ。え、ここで座るの？そうだ、絶対入らないじゃん、3人。なんだこれ、しまったこのポーズで座れないわ。あ、大丈夫、それででかいな。僕ジャンプするんです。座布団下入れてもらっていいですか？いや、もういろいろ、もう一回。はい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 、はい、大丈夫です。私、座布団下に入れてくださいっていうのは初めてです。見たことないわ、そんな。渋谷来たことないですか？迷ってましたけど。いや、渋谷ほとんど来ないですよ。渋谷と明大前は僕絡まれることが多くて、おいでガキ飲んでたのかとか、すごい大声で、そう、大声でやっぱデカキーンって叫ばれた時の気持ち分かります？分かんない。後ろからだと怖いですね。そう、怖いし、知らない人は本当にデカい金玉だと思うから、振り向いたら、振り向いたら絶対やばい。一人で焼肉とか来れます？一人は来たことない。無理。みんなだったらいける。他あります？あります。一人は全然。スタミナ太郎っていう全部食べ放題のやつを1日で4回行ったことある。食べ放題4回。そう、昼、昼、夜、夜。なんだそれ、昼、昼。ずっと出ては入って、出ては入ってしてた時期があります。1回出ないといけないの？1回出なきゃいけない。時間制限とか、ちょっと遊びにも行きたかったし。遊びってまたスタミナって戻るんですね。そうです、そうです。ホームですね。どうした？どうした？いや、こんな近くで僕見ることないから、なんか喋るためびっくりするんですよね。なんか本物ですよね。はい、いや逆に本物ですよ。本物ですよね。僕はちょっと複雑です。すいません。なんで複雑？本物というよりちょっと複雑です。すいません。どういう説明？それは時間かかるんで。それは元がいらっしゃるからね。そうそうそう。でも私あの2回目ですよね。会ったことはあるんですけど、喋ったことがなくて、僕ツイキャスで見かけたんですよ。で、その時に、あ、これが世に言うあのサバサバ系女子なんだなと思って、思って缶ビールが似合う美人って感じでした。飲んでた。缶ビールが似合う美人。いつも飲んでさ、やってるじゃん。今日はなんかその、なんていうんですか、甘えん坊みたいな感じじゃないですか。すいません、そんな感じ。いやいや、急に甘えん坊みたいな感じでいたから、いやギャップでそう思っただけで、別に甘えん坊じゃない。いやいやいや、今日見たら言われたことあります？甘えん坊だ。今日甘えん坊ですよ、全然。会ってからずっと甘えん坊で来るから。検証
焼肉食べ放題、全70品食べ尽くせ。前編は10分が経過して残り65品。後編は8月20日配信予定。関根理沙の甘えん坊っぷりも見られるかな？それは、どうかな。今回の動画はどうだったかな？他にもおすすめ動画があるから、チャンネル登録して見てくれよな。Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。